これは輪行できるということです。これボトルケースちょっと開いてここに止めりゃいいですね。あ、そうか、ホイールも外さなくていいんだ。そうそう、これで 2.5 になるから、ハンドル幅が広いとならないですけどね。そう、ハンドメイドバイスクリーションがないから、今ここで言っといた方がいい。それも上からこうかぶせるタイプだったらさ、転がせるよね。そう、まあ、転がそうと、ちょっと車輪が当たりますけどね、まあ一応はできますよね。これで 2.5 ということです。それが一番で、車輪を抜けばもっと小さくなっちゃうんですね。ここも取れますから、だからあの車輪サイズの中に全部収まります。おー、このクイック2本でピラーでフレームが固定されているという、いかにもアイデアだけど、なんかこれグニャグニャで乗れないんじゃないと思うでしょう。そこですよね、問題は。これが全然平気なんです。